ジャック・ペルチェ・ドゥ・マンは、フランスの数学者、詩人。名前は、ルマンのジャック・ペルチェの意味であり、本名は、ジャック・ペルチェである。デア・カルタ・パルテ・ニューマー・オーラム、クワム・アルジブラム・ボコント、1560彼は、アニジャンが数学と哲学の教授だったコレージュ・ド・ナバルで、学び、ついで法学と、医学も学んだ。マルグリット・ド・ナバルの文学サークルに属し、 1541年から1543年にかけてルネ・デュベレーの秘書を務めた。彼は数多くの自然科学や数学の著書をものしている。ペルチェはニコラ・シュケ本来の仕組みを維持しつつ、6桁単位から現代西洋式の3桁単位に数の分け方が変わるときに中間の位の名前を提案した。彼はすでに存在していたリアンのつく名前との 対比でイラードの付く名前を考案した。このルールは英語圏では用いられていないものの、ブラジル、ギリシャ、トルコ、ロシア、プエルトリコといった多くの国などで用いられている。詩人としては、まず何よりも彼はホラティウスの司法をフランス語訳した最初の人物であった。彼は1547年にヘンリー・パスへの長寿を読み、諸女作ジャック・ペルチエ ユーマンの詩編集を上司したこの作品には、ホメロスのオデュッセイアの最初の2編、ウェルギリウスのゲオルギカの第一の書、ペトラルカの12編のソネット、ホラティウスの3編のオード、マルティアリス式の風刺詞を含んでいる。同時に、ピエールド・ロンサールとジョアシャン・デュ・ベレーの交換されたものとしては最初期の詩編をも含んでいる。彼は続いて、テオドールド、ベーズ、ジャン・マルタン、 ドニソバージュといった人文主義者のグループでの活動を開始した。彼はフランス語の聖書法と発音の対話においてルネサンス期のフランス語聖書法の改革及び語源となるラテン語に基づいてフランス語の語彙を正すことを試みた。彼はその中で自身の交換された著書の中では使い続けた印刷記号を新たに用いた音声学的聖書法を検伝した。 彼の生が常にペルティアとリットル一文字で綴られるのはこのためである。ボルドー、ボワチエなどいくつかの地域を遍歴し、ピエモンテではブリサック元帥の息子の家庭教師を務めたと推測されている。そのボリオンではモーリス・セ部、ブ、ルイーズ・ラベ、オリビエード、マニ、ポンチュス・ド・チアールといった詩人や人文主義者と信仰を持った。そして1555年には、 ジャンド・トゥルヌを版元としてフランス司法を出版した。なお、このトゥルヌの工房はラベの御用達であり、ペルチェはこの工房の幾くかの責任を負う立場にもあった。彼のその作詞教本では、詩が彼に真の楽しみをもたらしてくれるものであること、そして詩は非常に穏やかなる狂気の講師だということを、 強調している。ザカリー・ゴダールへの検事の中では、愛は可能の対象を得る、アムール・エウン・数字ジやケイパブルとも述べている。彼はこの作品の中で、同時代の様々な詩のジャンルや詩人が持つべき態度を定義づけようとした。彼は特に宇宙詩や先生術、その他純粋、かつ真剣な形状に値する事柄を含む、自然科学の物事を詩に適用することができるという、 強い見通しを持っていた。続いて、アンリ二世とカール五世の和平を祈る、ラテン語の荘厳な論説や、新たな詩集を交換した。その詩集は、一連のソネットのほか流星、惑星や、愛の中の愛と名付けられた天空を叙述した、百科事典的な詩が収められていた。これは、キヨームドバルタスや、ジャン・アントワーヌド・バイフラに影響を及ぼした可能性が高い。 晩年には、フランスの諸地方同様、サボイア、ドイツ、スイス、そしておそらくはイタリアなどを旅行した。他方、大数学、気化学などの数学関連書、およびペストに関して、ガレノスに反発する、医学書などの多くの著作の執筆も行った。1572年、彼は、ボルドーのアキテーヌ大学の学長を務めたが、間もなく、彼を憂鬱にするその職を自ら辞した。 この時期、ミシェルド・モンテーニュやピエール・ド・ブラシュと親交があった。1579年にパリに戻り、コレイジュ・リュマンの学長を務めた。1581年には最後の詩集、消化集を出版した。以下は、ガリカデジタル図書館で見ることができるものである。自然科学関連文学関連。ありがとうございます。